ハンス・クリスティアンゼンは、ドイツの画家、イラストレーターである、アール・ヌーボーのスタイルのイラストレーションを描いた。シュレスビヒホルシュタイン州のフレンスブルクに生まれた。各地を旅した後、1888年に、ミュンヘンの工芸学校で学んだ。イタリアへも旅した後、ハンブルクで装飾画家として働いた。民芸協会の人々と交流し、動植物を題材に作品を制作した。 1892年に著作、ノイエフラックスオーナメンテを出版した。1895年にアントウェルペンからパリへ旅し、パリでは私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで学び、結婚する相手と知り合った。ケルンのチョコレート会社のオーナーで多くの複製美術品を宣伝に使ったルート美ヒ・シュトルベルクの依頼で、1898年の 星座のシリーズなどの潜在カードのデザインを行った。1899年に芸術家の支援者として知られるヘッセン大公エルンストルートビヒに招かれてダルムシュタットのマチルダの丘の芸術家コロニーに移った。建築家のヨゼフ・マリア・オルブリッヒや工業デザイナーのペーター・ベーレンスと共に有限とシティール運動、ドイツにおけるアール・ヌーボー運動の推進者となった。 1901年にマチルダの丘の芸術家コロニーの最初の展覧会では、オルブリッヒが設計した多くの住宅が展示されたが、クリスティアンゼンもローゼンテイと呼んだ自宅をデザインした。雑誌、ユーゲントのグラフィックデザインの仕事もした。1911年からオルブリッヒが設立したビースバーデンの自由美術校で教えた。ユダヤ系の女性と結婚していたので、 ナチスドイツ時代の帝国文化院の会員に選ばれることはなく、画家の仕事も失うことになった。ローンテ帝も第二次世界大戦で破壊された。ビースバーデンで死去した。ありがとうございます。